ここではより詳しくお伝えするために音声でのご案内をいたします。道路を作ります。道路は極力作らないようにしています。どうしても必要と思われる時に限って道路を作ることにしています。山の中の道路の設定なのでトンネルを作り、できるだけ自然な形でモジュール上から外れるようにします。トンネルポータルはいずれ高架線に隠れてしまい目立たなくなりますので手作りで対応します。車を横に置いているのは天井の高さを見るためで、立てているのは道路の幅を見るためです。モジュール式の場合、道路を作るとそれだけでかなりのスペースを取り、線路と道路しかないモジュールになってしまいます。海辺に線路を持ってくると、おのずと道路は線路の後ろになり、山岳地帯を走ることになります。そこで D1 では道路を配置しますが、 D2 には道路をなくしました。 D1 の隣に来るモジュールにも道路がありますので、もちろんそれとつながるようにします。正規の組み合わせでは道路は連絡しますが、モジュール式の特徴である場所の入れ替えをするとつながらなくなってしまいます。ただしこのサイドのモジュールは展開場所の制約から入れ替えはできませんので、そうした心配はありません。このパーツでトンネルの中が外から見えるようにします。橋脚に貼るブロックを作ります。この時はスプレーボックスを持っていませんでしたので、この方式でサフを吹きました。パーツが重なってしまったのでプラ棒で位置を直しています。サフの跳ね返りも多く、この方法はあまりお勧めできません。橋脚の上部にブロックのプラ板を貼りませんので、先に着色をしておきます。なぜ貼らないのかというと、それは高架線の線路台でほとんど見えなくなってしまうのと、線路台の調整の余地を残しておきたかったためだと思います。道路の向こう側には川がありますので、山とは別に道路の下の部分を作ります。左側はトンネルの中になりますので、どこまで作り込むか考えています。サフはグレーのものを使っています。このグレーがちょうどいい色合いだったのでそのまま使っています。後でウェザリングをすると思います。私は発泡スチロールは家電製品の梱包に使われていたものを利用します。モジュール式ではそれほど大量に使用しないというのもありますが、うまく切り出せばその形状が使えることがあるからです。ここでもトンネルはその形状を生かして作っています。狭いスペースに海や川、線路に道路、そして山地があります。少し詰めすぎにも思いますが、その方が良いと思って作っています。こちらは B2 です。道路はありませんが滝が5つあります。 H は私を不安にさせます。この産地では終局を表現しています。熱線カッターを震わせて切るとうまくできます。それを部分的に残すことで表情が豊かになります。いかがでしょうか。今はこのようなレイアウトになっています。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いします。